車が置いて遊園になります。ちょうどねここ岸川電鉄が通ってるんですね。あの玉電車とかでねあのちょっと夢になってるかなと思うんですけども。あー、はいどう。今もう撮ってんの？もう撮ってる。あーイエーイイエーイなんだこの盛り上がりは。北のスタイルをご覧の皆さんどうもこんにちは、北の亮でございます。よろしくお願いします。さて今回はですね、お池遊園というところに向かいたいなと思うんですけども、今回、お池遊園フェスティバルっていうイベントがやっているので、今回そちらの方に向かいたいなと思います。では出発します。今日はちょっと天候が悪いので、まあ、イベントは、まあ、無事開催できてるかどうかちょっと心配なところではあるんですけども、まあなんとかなんでしょう。ちょっと話がガラリと変わってしまうんですけども、最近はスマホホルダー買ったんですよね。もう今までイベントの風景を撮るときに出発前の挨拶動画みたいなのを撮ってから現地に着いてから録画スタートみたいな感じだったんですけども、でそれだとやっぱり情緒がないかなということで、こうしてあのスマホホルダーを取り付けて、今こうやって、走りながら撮影をしている感じです。今回目指しているお池遊園なんですけども、結構花見のスポットとして有名なんですよね。和歌山市の中でもこの辺は結構、まあ、割と田舎に近い感じの情景で、まあ、結構あのみかん畑だったりだとか、桃の花だったりとかそういうのが見えたりしますね。ちなみにここを左に曲がると、和歌山で唯一の道の駅、四季の里公園というのがあるんですよ。で最近はそこでイベントなんかも結構やってるみたいなので、またタイミングが合えば撮影に行きたいなと思っております。もうすぐ目的地に到着します。この橋を曲がったところが、目的地になります。なんか入った時瞬間はこれ本当になんかあるのみたいな感じですけども、ちゃんとあります。でこんなところにねあのラブホテルがあるんですよね実は。で昔ねあの女友達を連れてあのここへ来た時にラブホに連れて行かれるのかと思ったってあらぬ誤解を受けたことがあります。はい、ということで、駐車場に着きました。こちらがお池遊園になります。ちょうどねここ岸川電鉄が通ってるんですね。あの玉電車とかでねあのちょっと夢になってるかなと思うんですけども、イベントの方は無事に開催されているようで、何よりです。こちらの外側があれですね、飲食ブースが並んでおります。あ、はいどう。今もう撮ってんの？もう撮ってる。はいはい、主催の平です。今日は大雨です。大雨やけどやってますと。はい、やってます、出店者さんもちょっと少なくなっちゃったんですけど、はい。了解です。じゃあ楽しんでいきまーす。今日は一人なのにじゃん。一人です。というかもう別れて。あ、そうです。また出会いあります。あ、そうです。あ、そうです。いい感じに、人混みが出てきております。ちなみにこの、マブキッチンさんなんですけども、YouTube やってまして、すごい登録者数なんですよね。すごい YouTuber さんです。こちらは唐揚げ屋さんに、高焼き屋さんにちょっと中の方にも潜入していきたいなと思います。おはよう。おはようございます。イエーイ。イエーイ。なんだこの盛り上がりは。こちら。ありがとうございます。なんか分からんけど。
こちらは、マッサージのコーナーとでおにぎりの販売もやってます。おにぎりじゃん、おにぎりか、おにぎりとよもぎもちです。よもぎもちの販売やってます。ちょっと中の方に潜入していきたいなと思います。こんな感じですね、和室のところでね、皆さん座ってこういろいろやっております。毎度こちらはね、例によって、委託販売もやってハンドメイドのお店の、アイボルさんのところのブースです。こちらブリザードフラワーのアレンジメントとか、ピアス関係とかね、いろんなものを販売しております。やっぱりこうやってものづくりしてる人たちって基本的にやっぱりこのアクセサリーのそのレイアウトとかっていうのがすごい綺麗ですよね。こうやってね、お皿に乗せたりとか、ちょっと古めかしいコップに乗っけてみたりとかね、っていう感じですごいレイアウト抜群ですね。こちらは、ラジカルフラワーの、ブースになっております。可愛らしいのが多いですね。ここって何のコーナーですか？あ、ハンドエッセって書いてなかったかな。書いてないですね。ハンドエッセです。ハンドエッセです。せっかくなのでハンドエステ受けてみることにしました。まずは古い角質を落とすクリームを塗っていきます。ここで別の液体を塗り込んで古い角質を落としていきます。ちょっと画像では分かりにくいと思うんですけども、古い角質がボロ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 取れていきました。そして、皮膚の栄養補給のタップをしました。これはね、ビタミンとかたくさん入ってると、ちょっと鎮静作用のあるものも入ってるんですけど、ちょっと今お肌が興奮状態なので鎮静させます。最後に手に全体にまんべんなく栄養を補給します。うん、綺麗になってる。だいぶ色白くなりました。こちらは多肉植物と、アロマワックスバーの、販売になっております。すごいおしゃれなワックスですね。多肉植物もすごいね、なんか額縁に飾ったりとか、いろんな小物に入ったりとかですごい、可愛らしいです。ここへ、こっち向きでいいんですね。ジャグアタトゥーも、入っていきます。はい、ありがとう。こちらはタロット占いのコーナーです、まあ、お試しからオプションまでいろいろ幅広くやっております。どうもどうも。メガネめっちゃこもってる。こちらは生態系のコーナーですね。お客さんが気持ちよさそうにマッサージを受けてます。ブリザーブドフラワードライフラワーなんかをやっているブースです。こんな感じです。あとワークショップのミニケーキ作りっていうのもやっております。ショーが700円、台が1000円です。こちらは占いをやっているコーナーでございます。こちらは毎度おなじみデカロフェリーチェさんの、ボスになります。
相変わらず綺麗な、アクセサリーがたくさん並んでおります。スカンディスはモスアートのコーナーになっております。ワークショップもやっていますし、商品の販売もしております。こちらが商品になりますね。こちらフリソーさんの、手作りの、作品群になります。まあ、靴下だったりだとか、上着だったりとか、それからカバンもね販売しております。黒と、白が基調、主に大体黒と白を基調にした感じの、作品たちになっております。リボンなんかもあるすごい可愛らしいです。こちらも、素敵な、柄の、ね、雑貨ブースになっております。こちらの部屋の奥の方では、占いのコーナーがやっております。ここでクリスタルボールというものを体験してみることにしました。あまりにも音が心地よくて思わず居眠りしておりました。少し休憩がてらストーリーに出たんですけども、見ての通り、大池遊園自体はすごく広々としております。花見のシーズンになるとすごい、人でごった返しになるようなそんな場所になっております。で今はやってないんですけども、花見のシーズンになるとこちらの貸しボードがありまして、でこの池の中をね、ぐるっと回って花見を体験するっていうね、そんな素晴らしい、場所になっております。はい、大池遊園フェスティバルについてお届けさせていただきました。また今後ともまた面白いイベント等あれば、ご紹介させていただきたいなと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。以上、スタッフ2人がお届けしました。ありがとうございました。